必ずやろう日本最高坂井隆ですこの動画を見て、なるほどね、なんて思ってくれたらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします8月9日のデイリーニュースをお伝えいたしますバングラデシュでですね長年続いた強権支配の政権が学生デモが活発する中で暴動に発展しそれがですね、最後、政権を追い詰め政権が崩壊する、そういう事態が引き起こされましたまあバングラデシュなんて 場所もよくわからないっていう人もね、えー、割と多かったりするとも思いますし、えー、アジアの中でも、まあ、まだまだ貧しい非常に小さい国ではあるんですけれども、えー、この政変がですねとてつもなく大きな動き、えー、これの導火線になってくるかもしれない。 えー、そういう観点からいくとですねこの政変は見過ごせないものではないのかなと、えー、こんな風に私は思っています。バングラデシュという国は年にパキスタンから独立して、えー、建国国された国ですでこの時に初代首相に就任したムジプル・ラーマンは建国の父ということにもなるんですが実は今回の政変で政権を奪われたシェイク・ハシナの父親でもあって。 この一族がずっとこのバングラデシュの政治に深い関わりを持ってきたということがこ、まあ、このこととかかからもわかるんではないかと思い思ます、まあ、建前としては民主主義体制として動いてきたはずのこのバングラデシュなんですけれども、えー、2000末の総選挙でですね、えー、先ほど挙げた娘のハシナがですねこの政権を取ると 公正な選挙とはとても言えないやり方へとこの選挙のやり方がどんどん変えられていくということが起きましたでこれに反発して野党側がこの選挙をボイコットするっていうことをやれば橋田政権はですねまあ漏せずして国会の多数派を握るということができるようになり野党側が選挙に参加しようとすれば有力者が事前に逮捕されたりあるいは さまざまな不正が行われたりということでやはり橋田政権がそのまま続く、えー、こういう感じのことが行われてきましたまあなんちゃって民主主義になっていたということになりますで今年1月に行われた総選挙でも、まあ、投票前に多数の野党関係者が拘束をされ、えー、現政権に非常に厳しい姿勢を、まあ、示してきたノーベル平和賞受賞者のムハマド・ユヌス氏に対しても。 首都ダッカの裁判所が労働法違反をを理由に禁錮6ヶ月の判決を下ししていましたこういうこともありユヌス氏は、えー、国外に逃れていたんですねで7月から始まった学生デモと冒頭もですねこの橋名政権に近い勢力を公務員になりやすいように制度を変えようとしたことへの反発がこれが強く起こってきてでこれ以上橋名政権を許すわけにはいかないというこの強い抵抗が 多くの死者を出しながらも、まあ、政権を最終的に追い詰める動きとして続いていきましたそして最後は軍隊がハシナ政権を守る側に立つのをやめたことでハシナ首相らは国内にいられなくなりインドに亡命する事態となったわけですでこの中で現在バングラデシュを率いるリーダーとして えー先ほども述べたノーベル平和賞受賞者のムハマド・ユヌス氏に白羽の矢が当たり緊急帰国してバングラデシュ暫定政府の首席顧問としてえこの目下の非常事態を取り仕切る立場になりました。えー、ユヌス氏はですねこのマイクロクロレジットと呼ばれる小口金融を行う グラミン銀行という、えーまあ、特殊銀行なんですがこれを立ち上げたことで知られこの功績が認められてノーベル平和賞賞を受賞しています極めてこの小さいビジネス、えー、これを行おうとするような場合においても、えー、これに対してですね積極的な融資を、えー、行う、えー、規模の小さい融資であっても、えー、どんどん行うっていうようなことによって えー、その貧困家庭が貧困から脱却できるようなその支援を行う、えー、そういう、えー、金融というものを、えー、このグラミン銀行というもので始めたというそういうい人なんですねで既存政党に、えー、この幻滅したユヌス氏がですね新党を立ち上げたことに警戒感を感じた橋名政権は。 以前からですね、えー、このユヌス氏がこのグラミン銀行をもとに影響力をこう広げているということに対しての警戒感を持ちそれに対して圧迫を加ええー、何かと理由をつけては、まあ、先ほど言ったようにこの有罪判決まで下すようなあそんな動きにもつなげていった、えー、そんな状態だったんですよね。でこの事件はは中国国ロシアイラランベネズエラ北朝鮮といった強権独裁国家には かなりの動揺を与えているえそれは確実だと思いますで私がこの中でまず最も注目すべきなのはベネズエラではないかと思っていますもっかベネズエラは明らかな不正選挙によってマドゥーロ政権があ今継続しようとしているわけなんですがこれを大半の国際社会もまたベネズエラ国民も認めない動きに出ているというのはご存知の方も多いのではないかと思います でこのマデロ政権の不正を許せない側からすればなんですが今回のこのバングラデシュでの政変は間違いなく大きな力になっているはずですパナマのムリの大統領は8月6日に中南米諸国17カ国の大統領による首脳会議を主催する意向を明らかにしましたでこうした諸国のこの圧迫によって民主,主義を守らないベネズエラのマデロ大統領を追い詰める動きに今、出ているんですね。 最もまあこの動き自体は決してバングラディッシュの政変があったから始まったというものではないんですけれどもまあしかしながらちょうどこのタイミングとしてですねこのバングラディッシュの政変がえあったことがこれ後押しをするような状態になってえーマドゥル政権をですねこの追い詰めるのに大きな役割を果たすことになるのは確実だと見ていいかと思います。そして仮になんですが ベネズエラでもバングラデシュのような動きに最終的に落ち着いた場合今回の選挙結果もう不正選挙を行ったのは間違いないという状態なんですがこの選挙結果を受けてもマドゥロを支持する姿勢を打ち出してきた中国やロシアこれに対して大きな打撃を加えることになるのはこれもまた間違いないでしょう。習近平は今回の選挙結果を受けて マドゥーロにですねすぐさま電話をかけ彼の当選を祝ったんですねでその上でベネズエラが国家主権を守り外部勢力に打撃を与えることを中国はいつものように断固として支持する、えー、こういう形でもって、えー、マドゥーロをですねもう徹底的に後押しをするという、えー、こういう姿勢で臨んだわけですえつまりこのマドゥーロに対抗しようとしているゴンザレス氏率いる野党側を 外国勢力と結びついた売国勢力であって不当な存在であるとまあ、中国はみなしている、えー、こういう立場に立っていたということがわかりますですからこのベネズエラで結局マデューロが追い出されるということになれば中国が嫌う勢力がベネズエラを抑えるということになってくるわけなんですねで、こうなると、えー、この中国の習近平政権はさらに焦ることになっていくはずです 中国はバングラデシュで起こった政変について実に簡単に報道するにとどめ SNS において議論することがこれまたかなり制限されています SNS ではバングラデシュデモみたいな言葉を入れた場合ですねこれ検索禁止ワードに今なっている状態で関連するニュースはですね公式メディアの報道しか出ないようになっているんですねそれでも一部の中国のネットユーザーはバングラデシュのデモ参加者の勇気と えー、このバングラデシュ軍の自制ある態度を称賛する書き込みというのをしていたんですある投稿においては「民主主義と公平性が持続的かつ深刻に後退している今勇敢なベンガル人の命と血は時代の流れを逆転させた文明は多様だが方向性は一つしかないベンガル人に祝福あれ」えー、こんなふうに書かれていました。彼らは東のの大国人々 まあ要するに、えー、彼ら中国人たちよりもずっと勇敢だ。まあ、こんな声が上がる一方で、実際コロナの時、自分たちは家の玄関から出る勇気さえなかったからなと、えー、別のユーザーが、えー、自重気味に答えるなんてことも、えー、起こっています。まあ、習近平にとって最悪なのは、亡命したバングラデシュのハシナ首相は、 実は先月7月に中国を訪問して習近平と会ったばかりであるってことなんですねでこの場において中国とバングラデシュはこれまでよりも関係をより深くする戦略的協力パートナーシップ受立これを宣言したところだったんです 中国とバングラデシュは相互の主権独立領土の完全性を尊重しお互いの核心利益と重大な関心のある問題を尊重し相互理解相互支持を行うのだと、まあ、こう宣言をしていたんですつまりバングラデシュ国民を抑圧する政権を支える側に習近平中国は回っていたということになります こうなると、バングラデシュでの政変を受けて、バングラデシュに対する中国の影響力というものは小さくならざるを得ないということになります。で、この新生バングラデシュを西側が、まあ、どの程度の支援をするかということによって大きく変わってくるということになりますが、仮に強く支援するということになれば、中国の一帯一路の、この重要な拠点となったバングラデシュに対しての,この中国の影響力というものを ににに引き下げるることにも役立つことになるでしょうさて、ハシナ首相が逃亡した数時間後、えー、バングラデシュ陸軍参謀総長のワケル・ウズ・ザマンは、ですね国民に生中継されたテレビ演説で、暫定政府を樹立すると、まあ、発表しました。ザマン参謀総長は、さらに、バングラデシュ軍は常に国民の側に立っており、 今後も国民の利益のためそして国家のあらゆる必要性のため国民を支え続けるとしバングラデシュのすべての人々のための正義を実現すると、えー、誓ったんですね。でザマン参謀総長はすでにいかなる状況下でも発砲しないよう軍と警察に命じたと述べ軍に対する信用を保つために我々はすべての殺戮のケースを調査し犯人を処罰すると語りました。 このバングラデシュ軍の動きを称える声も中国の SNS 上では上がっています。習近平からすれば自らが積極的に支援してきて先頃関係強化を図ったばかりのこの長期政権の独裁者が学生運動の過激化によって対人に追い込まれたということに背中がぞくっとする思いをしているかもしれません。も,っとも中国ににはバングラデシュのように えー、その反対政党というものが存在するわけではありませんし軍隊や警察機構に対する統制もはるかにはるかに、えー、強いものが、えー、ありますですから簡単に政権が崩壊するような事態は訪れないと見ておいた方が私は正しいとは思ってますでそもそもそんなことができるんであれば習近平の第3期目なんていうものは完全に阻止されていたはずなんですよねそれでも 国民が体制に従わない姿勢をはっきりと示しそれに対し軍隊や警察がどう動くか国民を弾圧する側に動いていくのかそれとも静観するのかあるいは逆に国民を味方する動きをするのかそれだけでこの体制転覆がですねこう起こることもありうるというのを見せつけた意味というのは決して小さくないと私は思っているんです。 さて外品として招いていたハマスのハニヤ政治局長をですねこの首都テヘランで暗殺されたイランにしてもなんですがあの暗殺事件が起こった背景にイラン国内の裏切りがどうもあったようだということが徐々に見えてきましたよね当初、私がですねあれをイスラエルの単独犯行というふうに単純に捉えるのを少し留保した上で。 内部分裂が絡んでる可能性はかなり高いんじゃないかということを主張していたのをえ覚えてる方も多いんじゃないかと思います。で今回やはり明らかになったようにイランも政権自体はですねそんなに強固な国内基盤に支えられているわけではないんですね。イランは今イスラエルと事とを構えようとしているわけなんですがこれはやり方を間違えるとどうしたって広がるんじゃないかっていうのがこう見えている国内の動揺。 こここれととととも戦ううをを考えざるるる得なくなくってきてきいるということがあるわけなんですねで私はイランにはもともと核兵器に頼らないとすればこの争いを大きくできる能力がもともとないというのがまあ私の見立てだったんですけれども内部の政治体制の動揺が生まれることこれも考えざるを得ない中でなおさらイスラエルに対して大きな戦いを 望めなくなくっているんではなないいか、えー、そんな風に思っていますで仮にこのバングラデシュにベネズエラが続く動きになりさらにイランの体制がひっくり返るなんてところまでつながっていくとすればなんですがこの動揺がロシアと中国にもどうしたって影響を与えざるを得なくなっていきます最も強権国家というものをなめてはいけないわけなんですが えー、そんな動きがどんどん連動していく導火線にですね今とりあえず火がついたということは言える、えー、そう言ってもいいんではないかというふうにもっともその導火線がですね、まあ、途中で、えー、断ち切られるということも、えー、ありうるしというよりまあ普通断ち切られるであろうというふうに、まあ、見るべきでもあり 中国やロシアにおいて政変が起こるということまで今の段階で想定するのは少なくとも無理だと思うし可能性も大きいとは思わないですまあただそういうことも含めて私たちは実に面白い時代を今生きているんだということになるのではないかとも思っています必ずやろう日本最高朝霞豊かでしたチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたしますまたベルマークの通知設定をすべてに切り替えていただきますよう合わせてお願い申し上げます Thank you